こんにちは。今回は広島駅で広島ご当地グルメを食べ歩きしていきたいと思います。この日は広島駅の北口を目指して歩いて行ったが、駅裏も昔と比べて随分と変わったなと地元ながらそのように感じます。広島駅と直結した広島駅ビル駅へ、1階と2階には飲食店がたくさん入って、その中でも広島ご当地グルメを食べれるおすすめ店4軒を紹介していきます。まず1軒目は広島の隠れた名物、広島つけ麺の有名店爆弾屋に行きました。つけ麺の最大ポイントは辛さが選べるつけだれで、醤油だれかごまだれかを選べ、それ以外に中華そばや広島名物汁なし担々麺もあり、結びやおかず付きのセットにもでき、おつまみに広島グルメをいただけます。やっぱ定番の醤油ダレにしとこうかな。辛さは普通を選んで、3種類のセットは広島ご当地グルメってことなんで、カキフライセット、やっぱりお店の名を冠した爆弾結びといこう。こっからトッピング選びます。あ、そうじゃ、おすすめトッピングって書いてあったのがここにあって、替え玉と半熟卵がおすすめになってます。てな感じで味付け半熟卵と、あと替え玉頼みます。広島つけ麺は一度食べたら癖になると評判で、ボリュームたっぷりのビジュアル、カキフライセットのカキフライ3個とおむすびも揃ってがっつり、たくさんのキャベツに半熟卵、煮卵とチャーシューとキュウリ、そしててんこ盛りのネギ、ボリュームあるね、真っ昼間から。揚げたての熱いうちにカキフライを頬張るとサクサクジューシーで旨味たっぷり。このお山さん崩します。頂上から撮っていきます。なんか艶っぽくて美味しそう。細切りきゅうりも入れます。卵。このゆで加減が絶妙すぎて。ドボン。ごまがめちゃめちゃ絡みついて。麺は中細麺かな。うまい。スープもね、そんなに辛くない、ちょっと甘みがある感じ。醤油ベースの程よい辛さの和風ダレに香ばしいごまの風味が鼻を突き抜け、広島つけ麺ぶちうまい。タレの飛び散りが気になりすぎたので紙エプロンをつけることにしました。すでに腹パンになってきた。食べても食べても減らん麺ってこういうことかなって感じで、これはね、満腹感ね、めっちゃ得られるよ。春先に食べる牡蠣って意外に大ぶりで美味しいってよね。うん、エキスがたっぷり。
米粒が立って塩の口加減がちょうどいい。手で持って食べた方が良さげ。ラストスパートは大食い女子の意地と名誉にかけて残ったつけ麺を 1.7 倍速でズルズルとすすっていきます。まだ食べたいお誘う癖になる味わいの広島つけ麺でした。2軒目はちょっと一杯引っ掛けたいなと思い、カキの金輪の系列店で広島ご当地グルメと地酒を楽しめるお店はキューバルに行きました。カキ料理の品数が多く、海鮮や肉料理に一品などお酒によく合う料理が目白押しで、さっと食べてちょい飲みしたい時におすすめかも。普通に食事やランチ利用もでき、店頭ではカキフライ弁当や穴子飯弁当など広島名物の弁当も購入できます。この月飯盒と本日のおすすめで小イワシ天ぷら、はい、やっと本来の自分に戻れる喜びをかみしめつつ飲む酒、うまい。小イワシは他県の人にはあまり知られていないが広島名物だったりします。お子さん入っとる。外はさっくり、中はホクホク食感で、揚げたてを何個もつまみ食いしたくなるほど激うますぎて、キレのある日本酒がぐいぐい進みます。カキいろいろは金輪のカキを5種類の味で楽しめるプレートです。味のカキチーズからいただきます。次は真ん中の酢味噌がけ、大葉が入っとるね。次はカキキムチ。カキキムチとか食うの初めてだな。カキの燻製のオイル漬け、トマトが添えられてなんか嬉しい。水菜も一緒にいただきます。プチトマトの半分、カキの佃煮、美味しそう。こうやってちょっとずついろんなもの食べれるんがなんかいいよね。美味しい郷土料理をつまみながら楽しく酒飲みできました。その後は昼飲みの締めを求めて、1階の広島ブチューマ通りに軒を連ねるお好み焼き屋を横目に早足で通り過ぎ、地元で長く親しまれている広島のソウルフードたる名店チカラに行きました。うどんやそば、うどんだしで作った中華そばに加え、5種類のおむすびに五目いなりや巻き寿司など寿司もあり、おはぎなど和菓子もいただけます。ここ提供早い。巻き寿司と五目いなりが到着。カレーうどんに温玉と広島名物ガンスをトッピングして食べました。カレーうどんにガンス入れた見たのは初なんだけど、丸々1枚入っとる感じ。ベースの和風だしが効いて甘くも辛くもないちょうどいい塩梅。ここでも紙エプロン装着。ガンス
のうどんのせはコクが出てカレーのとろみでしんなりしてうまいでがんす。ほろほろした柔らかお肉のうまみとネギの食感がスパイシーなカレーが絡んだうどんとよく合います。力はここだけでなく広島市内を中心に29店舗あるので、広島に旅行や出張で来た際にちょっと寄ってみるのも良いですね。4軒目は広島駅で揚げもみじを食べれるお店もみじ堂に行きました。揚げもみじはコシアン、カスタード、チーズから選べ、8種類のもみじまんじゅうと新商品のドーナツ、もみじドーナッツにソフトクリームもいただけます。外はサクッとして揚げてあるのにふんわりした軽い口当たりでめっちゃ美味しい。あっとす。最後の一口。以上、広島駅のイチオシご当地グルメを紹介してきました。この動画が良いなと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。気軽にコメントもじゃんじゃん待ってます。最後までご視聴どうもありがとうございます。それではまた別の動画でお会いしましょう。